はい、こんにちは、下川です。今日は2月22日予告通りというか、ベトナム方面の航空券見てみたいと思います。なんでベトナムを選んだかというと、いろいろ見てるとどうもですね、東南アジア、日本から東南アジアを見ると今の時期どうもベトナムが一番安そうなので、他がねちょっとやっぱり高いということもあって、アジア行きたい方にとってはベトナムがいいのではないかということでちょっと調べてみます。でですね、ベトナムというのはハノイか最後ホーチミンシティかというのがあるんですが、今日はねハノイ見てみます。次回でねホーチミンシティ見てみます。ホーチミンシティが若干高いかと思うので、最安値ということから言うとハノイだと思います。それでハノイの3月をですね、この月単位の見てみる感じから今回は入ってみますね。そうするとですね、やっぱり安いですね。これ片道料金なんですが、1万円台で、片道出てきます。1万円台の後半ですけど、やっぱり土日を使ったところで、安いところを見て、例えばですね、3月11日1万8000円で、14日が1万7000円、ここから安くなるんじゃないでしょうかね。これ多分みんな同じような値段出てくるので、多分ベトジェットじゃないかなと思うんだけど、検索してみましょうね。35,950円。やっぱりアジアの中で今ベトナム安いですね。やっぱりベトジェット、東京からは1日2便体制かな。都合のいいやつを選ぶと、順当に行って、3月11日の朝9時半に出て、3月14日の朝7時50分に出れば、3時少し前に着くと。成田ですけどね、これ15件もあるのでどっか出てくる、安心のところが出てくると思います。トリップドットコムですね、38,630円。今ですね、東南アジア方面の航空券見てみるとですね、やっぱりねかなりベトジェット元気ですね。どういう政策でやってるかということはあるんですけども、非常に安い値段で出してきてます。ただね、現地の話とかいろいろ聞くとね、若干運航が荒いというのはどういうことかというと、欠航遅延ですね。それが他の航空会社よりやっぱりちょっと多いなというような気がします。ですので、こういうベトジェットを買うときはですね、この安く出てくる、アゴダ、トリップドットコム、ゴートゥーゲートとかあるんですが、この星印、一番5つ多いやつを選ぶことですね。要するに欠航になった時の手続き、もし、時の払い戻し、それからその次の便にする時の手続きとかですね、そういうことから言うと、やっぱり日本語の問い合わせができてですね、それからその対応もしっかりしているという会社を選ぶということになるかと思います。トリップドットコムはしっかりしているので、これで38,630円、これで決まりじゃないでしょうかね。その3月にアジア行きたいなという方はね。で、これ見てですね、帰りなんですけども、0時50分、55分の8時っていうのがあるので、頑張って、そのまま会社へみたいなことを考える方にしたらですね、15日の朝でも多分この時期値段あまり変わらないと思います。15日に持ってきても9時半の、これですね、9時半の14時、それから帰りが、15日の午前0時55分の8時というやつですね。ただ若干高くなりますね。2000円ぐらい高くなるかな。これはどこが出してるかな。やっぱりトリップドットコムですか。42,810円。さっきの便に比べればちょっと4000円ほど高くなってしまいますが、これで1日、ハノイの1日が増えたと
というふうに見ていいんじゃないでしょうかね。これが一つ候補で入れておいてもいいと思います。でね、前回のバンコクでもそうだったんですが、バンコクに安く行く方法、LCC 使わないで安く行く方法というのをやったとき、やっぱりベトナムが出てきたので、今回もですね、前もお伝えしましたが、LCC じゃないものを選ぶ、簡単に選ぶ方法はですね、このアライアンスを選んでいくと、いうことですね。そうするとですね、大体LCC が落ちるので、73,917円。全日空が出してきてますね。8時20分、夕方出るか。ちょっと土曜日の夕方もったいないので、10日に出ましょうかね。多分このあたりね、値段あんまり変わらないような気がするんですよね。10日に出て、さっきの時間を見ると15日に帰っててもいいような、そうですよね、18時20分23時、まあ、その日のうちに直行便で着いて、帰りは15日午前0時25分で朝7時に着くと、これはまあまあ目いっぱいベトナムを楽しめると。で、多分ベトナム航空が10万円台で出してますからね、やっぱりアナがなぜかこう今一番安い値段出してますね。これはレガシーキャリアですと、まあ比較的、お得かなというふうに思います。それと、まあ全日空が出してますね、自分のところでね、74,290円、ここらは LCC はちょっとなという人にとってはいい航空券じゃないかなと思います。74,000円、他のエリアに比べれば安いです。まあベトナムの LCC がね3万円台後半で出ることを思えばやっぱ倍ぐらいしますけども、まあそれぞれだと思います。でね、一般的な傾向としてですね、この予約会社で航空会社が出てくるときっていうのは、大体ですね、かなり航空会社が安いのを出して売りに来てるというような傾向が強いときですね。それのとき大体航空会社がここの出てきます。あとはまあ比較的高いので、あんまりこう当てにならないと、当てな対象にならないというようなことはありますが、この時は全日空が出してます。非常にまあ航空会社を取るのが一番安心なのでね、これの方が一番いいのではないかなというふうに思います。さて、まあここまでまあ比較的すんなり見つかったのでね、時間があれなので関西も今回はちょっと見てみようと思います。それではちょっと時間ください。関西も調べます。はい、東京の続きで、ハノイ、ベトナムですね。関西関空発を見てみます。キックスからハノイ、東京と同じ日程で見てみましょうね。3月11日から3月14日、どんな感じになってくるかというとですね、38,000円台で出てきますね。関西からも安いですね。1日2便体制で飛んでるので、ここらがいいかな。もうちょっとね、帰りの朝がやっぱり早いしね、これでかなり無駄なので、まあ、僕だったら、1時40分ってのを選びますね。ということはですね、14日じゃなくて、15日いいですね。多分38,970円、料金変わらないですね。あんまりね。これだと思います。9時20分に、関空たって13、直行便ですの、13時05分で、帰りが15日の朝1時40分で7時50分、まあ、そのまま、勤めという感じでね、行けるんじゃないかと思います。これも14件あるので、安心の IT 系旅行代理店選べると思います。48,700円、トリップドットコムが出てますね。これでいいんじゃないでしょうかね。僕だったらこれ取りますね。ハノイだったらね。東京と同じように見てみましょうか。
まあ、ベトジェットちょっとなという、その LCC ちょっとなという形の方、の人たち向けにですね、これ、まあ、言ってるように、スカイ、アライアンスで見ると LCC が外れるので、あ、東京と同じパターンですか。ただこれあれですね、全日空が7万5000出してますが、うん、東京経由で結局東京から紹介した便に、まあ、あの関西から乗ってというつなぐというやつですので、かなりちょっと時間がかかっちゃいますね。ベトナム航空でしょうかね。僕が選ぶとしたら10時半の直行便ですね。13時50分、それから0時40分だから、これ、15日でやったっけ、15日でいいですね。そのままでいいと思います。15日の朝0時40分で、朝早朝の6時40分に大阪へ着くという、これがまあ、あのレガシーキャリアでは使いやすい航空券かなという気がします。まあ、あのレガシーキャリアなので、これ以上のお金もかかりませんね。これはトリップドットコムが出してますね。7万7890円。これはまあ、ANA よりも効率いいと思いますね。というようなことで、東京発、関空発、ほぼ同じパターンが出てきましたね。非常に選びやすい時期だと思います。この値段でこういうふうに出てくる時期っていうのは、比較的スッスッスッと買える時期ということでね、トラブルも少ないです。そんなとこですので、あの3月のハノイはやっぱりちょっとおすすめだと思います。このデータはね、2月の22日のデータです。参考にしてみてください。